よいしょ。アートカミオンの続きです。なんだっけ、マサトシさんって誰か走ったんだね。で、勝ったんだね。勝ったって僕は先に着いたよ。それじゃあ、次は納品書のことを教えてやるよ。で、目的地に到着したら納品書にサインしてもらわなきゃいけない。お前さんがちゃんと期限を守って荷を選んだ、運んだって話、証しやからな。だから誰にでもミスはある。今の自分の発信どうしても納得できない時も出てくるだろう。その時は納品書にサインしてもらうところでいいねを選べばいい。もう一度、お前の状態からやり直させてくれ。そんなことしちゃダメでしょ。運んだんだからそれサインしておいで。ま、そんなところだ。まだ機会があったら走ろうぜ。じゃあな。え、するよ。サインして。はい、終わり。で、どうなのこの話の続きって。まあ、仕事はね、まあ、なんとかあったよ。話をする。ね、お姉さんの話はしょうがないっすよ。まさとしとかいうトラッカーに仕事の館を受けたしな。面倒見なさそうだからな。ちょっとおせっかいっぽいけど。さて、今日も仕事頑張るか。2件、青森か、うん、青森に行くのか、東京行くのか。これどこまでかなって、さっき考えたの。東京行ったんだよね、その時青森行くぞ。よし、青森行こう。 OK。 なんだこれ。お、よろしくお願いします。勝負するわけじゃないよね、一緒に走るっつってんだからね。 OK OK。 お、夜ですね。夜、一番右の車線が追い越し中の車線ですよね。っていうことで、前にいるから、よいしょ、車線変更。2キロか1分半くらい右車線を走っていると警察に捕まるらしいですよ。驚くか。ウインカーあったっけ？移動したい3秒前ぐらいにあのウインカーですよね。こんな感じでしょ。2、3、よいしょ、抜かれた。あ、すごい来た。これいけるか。受けそう、受けそう、受けそう。あ、でもないか。
かった。なんとかだったね。もらうもらう。よいしょ。頑張りましょうね。話をしようか。仕事の方も慣れてきて、だいぶ要領がつかめてきたよ。仲良し？朝倉さん、何言ってんだよ。遊び来るわけじゃないんですよ。あれ、この間まで定年後だったけど、抜けたね。トラッカーはいつも一人で命とプライドかけて肌握ってんだ。お友達仲良くしてる暇なんてありゃしないな。さあ、無駄口やめてさっさと仕事立てるぞ。何件か来てるんですって。3件も来てるよ。さあ、まあいいや、これまた次回やりましょう。次回